チャオ、あっちゃんです。今日お買い物行ってきて、お洋服をちょっと買ってきてね。で、島村と、パーティーハウスって言って、パーティーハウスって多分全国的にないと思うんだけど、島村はね、多分全国展開してるからみんな知ってると思うんだけど、パーティーハウスって言って大桑っていうスーパーがあるんだけど、そこの系列のお洋服屋さんやんだけど、大桑の中に入ってたり、まあ、別店舗だったりするんだけど、奈良も何軒かあって、あっちゃんの住む大田にももうそこにあって、セブンがあったとこにね、あっちゃんいつも行くセブンのところにパーティーハウスがあって、それが潰れてなくなって、その後に、セブンができてんけども、そのパーティーハウスがね、今いろんなところにあって、吉野にもあってんけどなくなったはずよね。で、だんだん減っていってんねんけどもね、また今で、桜井大桑に入っててんのに、桜井 のスーパーセンター大桑に入っててんけど、どうもね、完全閉店ってなくなるみたいで、特化してた。だからちょっといろいろ買ってきました。で、その紹介したいと思います。とりあえずさっきね、島村で買ったもの、はい、島村でね、子供ちゃんの服とかね、いろいろ買ってんけども、紹介していきます。T シャツ、コンバースの T シャツ、これかわいいでしょ。こっちかほら、プリンテーだけど、こっちかほんまに紐ついてるね。で、かわいいなぁ、もう。でも、洗濯しにくいかなと思ってんけど、まあいいかと思って。これがね、1500円が特価で900円。はい、値段が下がってました。まあ、かわいい。いや、これ。で、これはね、T シャツ。半袖じゃない、長 T。長袖 T シャツ。長 T です。はい、で、で、これ、ドクロの T シャツ。スカル。スカル T シャツが、スカル T シャツが、2900円が1500円。高いでしょ。ちゃうねん。これ一着ちゃうねん。これに、この上にアウターがついてんの。パーカーがついてね。パーカーがついて。で、セットもんで2900円が1500円って安いでしょ。うん、結構スカル好きやねん、うちの子ね。だから、どっちがどっちをするか分からへんけどね。それとパーカー。パーカー。パーカーとか取れな、パーカー系好きやねん、うちの子ね。これグレーの、なんやろこれ。パワーフォーオールザ W。 いや、わからへん。何のブランドなのかわからへんけどもね。これ980円。はい、ピンクネを買ってきました。で、こっちは部屋着のね、白のモコモコ、これ一回買いました。これはね、980円。はい。これを島村で買ってきました。はい。またこれね、子供ちゃんにちょっと選ばして、と思います。はい。で、パーティーハウス。パーティーハウス完全閉店でね、買ってきたね。パーティーハウス1万円分ぐらい。で、パーティーハウスもね、これパーカー、トレーナーかな？トレーナー。US Air Force。US エアフォースのね、トレーナーと、ちょっと大きめ買ってきた子供ちゃんね、と、カーキ色の、US Air Force、 これもね、はい、カーキ色のトレーナーと、ね、これがね、あったか T シャツ、あったか T シャツが680円、ね、うん、あ、税込み735円やねんけど、これがね、あっという間に税込み、うん、よくわからへん、前は、これがね、980円、680円だけど、2着目半額やから、2着買ってんけど、黒と、なんかグレー。はい。まあ、これ選ばしましょう。で、で、子供のね、
福袋じゃあなんかあのスウェットセットルームウェア、スウェットの上下のセット、まあ部屋着にしてもいいしパジャマにしてもいいしってですね、ちょっと巾着に入ってんねんけど、なんかお泊まり行くのに持っていけたし、まあお泊まり行かへんけどね、ちょっとこれも行かへんねんけど、まあそんなんで、外の色と中の色と一緒、ちょっとこういう、これなんやろ、濃いグレーみたいな、ダークグレーっていうのの上下と、普通のライトグレーの上下、おそろやっていらんでしょ兄弟、あっちゃんねお母ちゃんにおねおそろ買うてきたんとってのが嫌でさ、でまたあっちゃんのもこもこふわもこパジャマ、こんなのちょっとね長い目やねん、またこれ着ます、夜着たら見せます、はい、もこもこパジャマと本当に下もついて、これで1480円、はい、上下セットです。あとねブラジャーも買いました、ブラジャーとパンツとセット、これねはい、もうこれだけ、あんまり見せません、恥ずかしいから、これがね、セットで900円、ブラパンツセットで1200円で2着目半額、2着で2点目半額やからね、なんぼや、800円の1800円、1個900円で買いました、はい、ちょっと恥ずかしいね、見せません、サイズだけ見せてもサイズ、はい、D70 です、はい、ということで、はい、では、ではまたね、じゃあまた、これをね、部屋着にして、着替えていきたいと思います。ということでね、今日ねこれあのパーティーハウスでこれを買ってきてんけども、パーティーハウスと島村で買ってきてんけどね、でパーティーハウスもうちょっといいのもあってんけども、あんまり買うのもあれかな思って、まあ島村もパーティーハウスもね、あれカードが効くからさ、だからちょっと今月どうしようか思ってんけど、もうそろそろ寒くなるし、でね、冬着も、まあ、ないこともないねんけど、たまには新調してもいいかな、でも今年もね、今年の冬にはかけてちょっと新調してもいいかなと思って買ってきました、はい、ということでちょっとねふわふわを、部屋着とちょっと切っていこう、そう紹介しながら切ったらよかったな、りょうとひかるがね、ひかるの子にあるけど、りょうと二人で選ばそうかなと思って、二人であれもない、こうでもいいながら選ぶでしょう。はい。ということで、切る場所間違えた。はい。時のこのゴミが結構出るよね。よいしょ。これだけついてる。なんでや。で札がね、変な付き方してるね。こっちもかな、そうやったら。こっちもや。なんかタグっていうの、なんかいっぱい書いてあるやつがついてんねんけど、それ以外にね、札が別でついてんね。どんだけつけんねんみたいな。このゴミだけのでも値段分ね、無駄に使ってる気がするんよね。そういうふうに仕方ないけどね。はい。で、島村ちゃんの、これも外しとこう。寒がりやからね、あっちゃんもね。もこもこ切ったら、あったかいやんか。だからやねんけども。島村もいっぱいタグついてるわ、もうタグだらけみたいなね、タグだけでね紙の山盛りができてきたよ、よいしょ、あれ？コンバスも一緒に切ったんか。
まっきりだけど今。はい。ということで、これだけかな。ダウン。だけです。はい。ということで、今日のあちゃんのお買い物、こんな感じでした。タグを手にね。さあ、今どれだけタグが出たでしょうか。笑けるぐらいゴミが出たよ。こんなに。こんな感じです。はい。ということで、今日買ってきたお洋服紹介しました。トータルで、これ、うちが、島村と、パーティーハウス、島村が全部で、4360円。で、パーティーハウスが全部で、9525円。トータルで1万4000円ぐらいでした。はい。ということで、今日のあっちゃんちは今日の、お洋服のお買い物こんな感じです。では、またね、ただどっち、誰がどっちを選ぶでしょうか。ね、また動画に出るかもわかんない。